ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテは2002年から2005年にかけて制作された日本のアニメ。タツノコプロ創立40周年記念作品。OVA 作品で、製編6話、続編、ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテ、Z2 話の全8話、他にテレビアニメのナースウィッチ小麦ちゃん R が制作されている。ザソウルテイカー魂狩りからのスピンオフ作品であり、 ソウルテイカーの DVD 版映像特典として作られた短編連作小麦大作戦を原型としている。内容は、いわゆる魔女っ子アニメのパロディ。後に、邪道魔法少女の一作目と位置づけられる。ソウルテイカーの看板娘である中原小麦を主人公に据え、同作の主人公、伊達京介らが脇を固めているが、世界設定、ストーリー面で、 ソウルテイカーとは関連性のないスターシステム的作品である。作品のコンセプトは小麦ちゃんと一緒に遊ぼうである。アニメキャラである中原小麦が自らインターネットラジオのメインパーソナリティを務め、時には同人誌即売会場に乗り込み自分をネタにしている。同人誌を買い、イベントではファンの前で歌を披露し、小麦役の桃井春子が中原小麦のコスプレをして、 ファンの前に現れるという徹底ぶりだった。また、プロデューサーである河瀬公平や伊兵高島リアも別名でネットラジオに出演し、作品の舞台裏や制作状況などを番組内で公開。作品の批判を正面から受け止める一方、逆にファンに対しても叱責するというリスナーとの本音トークで制作側とファンとの距離を縮めた。上記のように、 ファンと一緒に同じ目線で作品を作っていくという制作工程が同時期の他の作品と異なり、またこの作品の人気理由の一つになっている。ネットラジオ番組については、中原小麦のマジカルナースステーションを参照のこと、モナーに代表される2チャンネルの AA キャラクターを映像化し話題になった。他にも、タツノコプロの往年の人気作品のパロディを連発したり、 東京ビッグサイトが巨大ロボに変形して、ノコギリオブジェで襲ってきたりと、マニア向け要素盛りだくさんだった。題名の語尾につけられた。では続けて読むとカルテ。2015年10月、テレビアニメ、ナースウィッチ小麦ちゃん R が、2016年1月より、日本テレビ系列放送することが発表された。インは、ソウルテイカーに登場しない本作オリジナルキャラクター。本作は、 監督を、はじめ多くのスタッフが、各話ごとに大きく異なり、共通のスタッフは少ない。ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテ ZDVD は全巻とも、1巻につき1話収録で、全8巻。発売元は、ジェネオンエンタテインメント、東芝エンタテインメント。DVD 発売に先立ち。 アニメ TV 内で先行テレビ放送された。放送日は TBK でのものを示す。以上発売元は、ジェネオンエンタテインメント。以上発売元は、ES エンタテインメント。セブンイレブンのプリントサービス、ピクチャンで発売。価格は、A4 パンが200円、A3 パンが280円。ナースウィッチ小麦ちゃん R のタイトルで、 2016年1月から3月まで日本テレビにて放送された。キャラクター設定は一新している。真の各所でタツノコキャラが多数カメを出演している。ナレーションは、タチキフミヒコ。怪人を、ファンタジー界から地球上へ落ちた108枚のお、ファンシー札が物体と融合して生まれる。おキャンピー娘が怪人を倒すと札と物体に戻るが、札は変化していた怪人の絵が、 表面に描かれた状態になる。2016年1月11日から8月24日まで、アニメート TV、日テレオンデマンドで配信された、ウェブラジオ、エクストラより月1ペースで不定期配信された、ナースウィッチ小麦ちゃん R に関するカテゴリー。ありがとうございます。